よろしくお願いします。高知高校山前です。何の話をするかというと、まあ、町の中に、人が住んでいるときに、まあ、だんだん集まってきて、人がだんだん集まって集落をなすときに、今、必ずしもそんなに仲の良くない錦鯉の、まあ、なんて言いますか、とりあえずこれ部族と言いますが、そんなものがいたときに、どんなふうなことが起こるかっていう、そういう問題を非常に簡単なモデルで考えてみようというか、まあ、人種暴動とかね、そんなことがなぜ起こらないようにすればどうすればいいかみたいな話です。で、これ実は1970年代に、トーマス・シェリングという経済学者、どうしたらノーベル賞を取ってすごく偉い経済学者なんですが、彼が非常に単純なモデルで、まあ、都市の中でセグリゲーションが起こるみたいな説明をしてるんですけども、そのモデルをちょっと見てて、なんていうか、ちょっと足りないなと、簡単に拡張できて面白いことができるんじゃないかというのが、そもそもの発端です。それでですね、すみません。この間、英語のショップのそのまま翻訳セブンに持ってきちゃいましたが、直接見ればですね、そういうところになんか、頂点位がないかってことを、ちょっと見ていきたいと思います。最初はその社会物理が何なんですか、これ、ここの研究会でいらないこと書いてあるんですが、よくまあ、世の中で、我々はその想定位って何かって、まあ、物理屋だから知っているつもりですが、世の中に結構想定位って雑に使ってるんですよね。ここで、その社会の現象に、わりかしその我々の言う意味ぐらいの、まあ、数学者に言わせるとちょっとあれなんですけど、例えば、物理屋が言うぐらいの意味で、の厳密な意味で想定位があるかっていうのが、まあ、ここで探すことの一つです。それでですね、こんな簡単なモデルを取ってみます。これ、勝手に我々、同僚の小林道川先生と一緒に、調べているので、こんなモデルなんですが、基本的にですね、今、ま、人間の住処を今、スクエアラティスだと思います。まあ、5番の目だと思って、それで、ある人がいたら、その斜めも含めて、8つの他のセルに隣接していて、で、そのセルには、住むか住まないかという2状態があるとします。だから、まあ、土地が広がっていて、まあ、それがスクエアラティスで、それでそこに、2種類の、部族が住んでいるとします。それで、今、2種類の、例えば、青部族と赤部族とかね、ウクライナでしたけど、まあ、なんですが、そういうのがいて、今、一番簡単なために、まず密度は保存するとします。ですから、全体のセルの中で、4分の1ぐらい、赤で埋まっていて、3分の1ぐらい青で埋まっていて、みたいな。そういうのを考えます。で、最初は、ランダムにばらまいて、で、あるダイナミックスで、タイムステップがあって、セルにいた人が移動し得るとします。で、ずっと去って、どこで安定するか、みたいな、そんなものです。でですね、基本的な考え方は、自分の部族が周りにいれば、そこに着きやすいと。で、よその部族が、いると、まあ、よその部族もいた方がいろいろ便利なんでしょうけども、あんまりたくさんいると嫌だから移ると。そういう2つの傾向があるとします。それで、各セルは自分の周りを見て、各、部族、構成員は自分の周りを見て、で、その周りの状況次第でそこに留まるか、次のステップに移るかっていうことを選べると。それで時間が進んでどうなるか。そういうモデルなんですが、今の、まあ、その部族成員の傾向を表すために、2つのセレクションロードパラメーターを用意します。NA というのと NS。で、NA というのは、仮に自分の部族の人間がそれ以上 NA よりも多ければ、自分は動かない。まあ、仲間が十分いると。それで NS というのは、予想部族ですね。予想部族が NS よりも少なければ動かない。で、この2つの、傾向はオアだとします。つまり、周りに十分自分の部族がいるか、もしくは、周りに、予想部族が、あんまりはいないと。そのどっちかが起これば動かないと。ただし、逆に言うと、自分の仲間が少なくて、かつ、予想部族があんまり多いと、同時に満たされたら動くと。で、動くときは、今空いているセル、誰も住んでないセル、ランダムに動くということにします。で、
ですから、この NA っていうのと NS っていうのが2つあって、NA がそれ以上いれば自分は止まってるし、NS はそれより少なければ、その、だ例えば、ここで見ると、まあ、NA が2で NS が3だとする。つまり、自分の不足が、2よりも少ない、もしくは、少なくてかつ、その部族が3よりも大きければ動く。今の場合、この8つのネイバーの中で、この N 全というのは連中って言うんですね。で、N アスというのは我々ってことにすると、我々は2人、仲間は2人いて、他部族は2名いますが、それは、さっきの2人以上よりは動かないっていうことからこれ動かないですね、タイムス。ところが、例えば、こういう状況だと、仲間は1人しかいなくて、よその連中は3人いると。そうすると、このうち、仲間が、この両方満たされないですね。仲間は2人以上はいないし、よそ者は、3人よりも少なくはないと。3人以上。そうしたら移ると。まあ、こんなふうになります。まあ、そんなことです。で、それだけなんです。それでこの NA は、これちょっと考えて、NA は1から9までの値取れて、NS は0から8までの値を取れます。両方とも9個値が取れるんで、この組み合わせで、これ81通りのモデルが作れる。それで、ちょっとコメントなんですが、これ、私実はガイムって人と一緒に、オピニオンダイナミクスをちょっとやってたんですが、オピニオンダイナミクスっていうのは、まあ、例えば自分の周りに、例えば2つ意見が、例えば保守革新とかあって、自分の周りに影響されて、多数決で自分が変わるっていうモデルなんですけども、それを今のラティス上にやると、今ので言うと、まあ、今のみたいなモデルなんですが、引っ越すわけじゃなくて、自分が、例えば、最初赤だったのを青に塗り替えられる。そういうモデルです。これマジョリタリアンアップデートって言うんですが。で、それに対して、これ実は、イジングモデルと非常に近いんですね。周りの状態に応じて、状態変化する。だ基本的には、これイジングモデルなんですね。で、それに対して、この今のモデルは、人間は、ウクライナ人生まれたらウクライナ人で、途中でロシア人には変わらないので、まあ、それが動いていく。そんなこと。なので、エージェントの数は保存していて、で、状況において動く、移ると。そういうふうに言います。ちょっと、関係があるんですが、ちょっと違うものですね。オピニオンダイナミクスとちょっと違うもの。それで、今のパラメータ2つあるとすでに、うとおしいので、今、リミティングケースと考えます。まず、リミティングケース1として、予想の部族は考えない。つまり、元々のルールはこんなんですね。予想の部族が十分少なくて、自分が、十分いれば、どっちかの条件で、今、この NS っていうのをゼロにします。そうするとですね、これは決して満たされないので、連中、他人がゼロ以下、マイナスになる、ないので、そっちだけのルールです。つまり、NS イコール0にした場合は、NA だけでダイナミクスがコントロールされて、もし、自分の仲間が NA 以上いたら、そこに留まって、NA より少なければ、ランダムに飛ぶと。そういうものです。例えば、これだと、NA を3としておくと、これ、仲間が2しかいないので、3以下なんで、動くと。で、これだと3以上いるので、そうなるね。予想の連中は関係ない。まずそういうモデルです。そうすると NA が、1、2、3、4、5と、そんなふうにモデルが9個いきます。それで、まあ、とりあえず、じゃシミュレーションやってみよう。今、NA を3にしました。近所に3人よりも、仲間が少なければ、動くと。そういうことで。で、今、両方ので、部族のデンシティを一緒にして合わせて4分の1を待ってるとします。これは、こんなふうに、これ 0.5% で。という場合にして、どんなデンシティでも、手前に、要するに、ちょっと遅いかな。いや、多分大丈夫だ。これ自体が動きが遅いだけ。で、こういうふうにして、しまいに定常状態に対して、要するに仲間同士、今これ、ここでこう、
2つの部族書いてますが、自分の似たもの同士で集まるというのが、まあ、どのデンシティも起こって、で、特にデンシティが多い場合は、まあ、お互いにこう、まあ、クラスターを作るということが起こります。まあ、そうかな。で、今度、N イコール4でやります。つまり、4つよりも仲間が多くいればとどまって、周りに3つ、自分の仲間が3つ以下だと動き回るの。そうすると、デンシティが低いときはなかなか集まらないですね。で、ある程度デンシティが、ね、こんな感じになります。まあ、電子が低いときには、なんかまあ、機体がずっと動いてて、あるところで液体になるみたいな、そんな感じに見えます。で、今度、5でやってみます。はい、もう一度。まあ、この5で、つまり周りの8つのセルのうち5個以上自分の仲間がいるというときに限ってとどまる。それ以外動くということをやると、なかなか集まってくれないんですが、半分、4分の1ずつ、部族第1部族、第2部族で埋まっていると、なんか順安定状態というか、なんかこういう、四角いパターン、なんか、伏線のパターンが交代するように。なんですかね。もうちょっとデンシティが高いと、なんか、中間デンシティで何か順安定の状態があって、非常に、デンシティが高いと、やっぱりそのクラスタリングをするんですが、まあ、自分の仲間が集まりたいということで、だんだん集まってきますが、結構興味深くて、間に、何か境界線があって、そこがそのさっきの 0.5 のパターンで回ってるみたいな。そんなのが、これいつまでも動いてます。こんな簡単なモデルでも、こんなふうに、NA を変えるだけで少し様子が違う感じになります。でなんか想定員みたいなのがあるのかな、というふうに思います。それでですね。で、一応ちょっとここで置いといて、今度、第2のリミティングケースとして、さっきは、自分の部族がどれだけいるか十分いたらとどまるってモデルだったんですが、今度は、自分の部族は考えないと。とにかく、連中がいると嫌だ。そういうモデルにします。ここで、NA を9とします。これは、決して自分の仲間が9以上いることないんですので、こっちの条件は絶対満たせません。ですから、このモデルは、NA イコール9っていうのは NS っていう、つまり他人が、他の部族が、どれだけ許容するかっていうパラメーターだけで支配されて、連中が NS よりも少ない場合、まず少ない場合はとどまって、例えば NS が下がったら3人以上いたら嫌だから動くと。で、自分の仲間の方が気にしない。そういうモデルです。で、それも、まあ、それもちょっとやってみると、まず 2にします。つまり、予想、自分と違う部族が周りに2人以上いたら動くと。ものすごく、なんていうか、ジノフォビックな集団です。そうすると、低いNCTでは、まあ、自分だけが固まるというのも、お互い避け合って接触を少なくする、なんか変な、したらクラスターがあります。それで、今度ちょっと、僕するんですが、まあ、今、両方3割ずつ埋めてるみたいなことやると、これが実は安定しません。すごくワイルドな動きをします。これ実はずっと走らせてもこんなふうに。つまり、まあ、相手からできるだけ逃げようとするんですが、電子的が多いんでどっかにいるせいで、まあ、こんなふうに。な感じです。で、十分濃くなると、まあ、逃げようとするんですけど、逃げ場がないんで、まあ、鉄塔に固まって、それ以上動かない。まあ、動きながら、ってことだと思います。2は、ものすごくジノフィポリックな2集団がいたらこんなこと。で、これなんか、でローデンシティとハイデンシティってなんか違いますよね。で、この 0.6 あたりなんか、次3です。つまり、まあ、3人、
二人までは OK だけど、三人以上いると嫌だ。で、また、ローデンシティ、ハイデンシティってやると、だんだん、ローデンシティ、まあ、なんかよくわかんない。デンシティが多くなると、これクラスタリングが起こって、相手を避けようとして自分たちが当て、かつ、ちょうどその、間に壁までできます。で、実は、これがですね、一番最初のシェリングモデルに相当する。シェリングモデルは、ちょっと、パラメータも何もなくて、ある、まあ、ここで言う NS イコール3とか4に相当するまでですが、要するに、個々人が相手があんまりいると嫌だなと思って動き出すと、しまいにクラスタリングが起こって、セグリゲーションを、人種分離ですかね。で、これ、今、両方のデンシティ等しくしましたが、まあ、変えても起こって、そうすると、まあ、ゲットというか、まあ、こんな感じになります。それで間にちゃんと壁ができます。でこれが定常状態。N イコール4でやってみると、まあ、これも基本的に、まあ、相手が4人までだ、3人までだったらいいけど、4人いたら動くぞみたいな、そんなので、やっぱりクラスタリングが起こって、基本的に同じような、まだ動くんですが、もう割かし理解して、安定の、セグリゲーションのパターンがあります。で、ちょっとこう並べてみると、これ、終了帯並べてみると、こっちは、自分の仲間だけが集まるか集まらないか決めるタイプで、こっちは、他の連中がいると映る、ね。で、映り方がすごくお互い嫌い、まあまあ許せるみたいな、そんな感じです。それでですね、で、ここまでまあ、紙芝居だと、大工さんも、一応、私も物理屋には違いなかったので、もうちょっとまともな、軽量化して、ニアリスで、近接コリレーションを取ります。すぐ隣、今、例えば第一部族だったら1、からだったら0、第二部族だったらマイナス1っていうセルごとに値を割り振って、自分のセルとその周りの8つのセルの間に積ですね、値の。その平均を取ります。それを C1 と仮に呼びます。で、例えば全部一色に染まってるのばっかりだと C1 イコール1です。だからきちんと2部族が分かれていると、まあ、接触している直線はセットメジャー0、これは C1 になって、きちんと分かれて済むと C1 で、おちょこちょ混じっていると、コレーション0で C0 で。で、例えば、メッシュみたいに、お互いにね、順々に暮らしていると、これ C イコールマイナス1なの。マイナス2分の1なの。この C1 を見てやれば、どれぐらいクラスタリングが起こっているか分かるんですね。でこれ、自分、最初の、自分の仲間が3以上いたらじっとしてる、4以上いたらじっとしてる、5以上いたらじっとしてるの、デンシティを変えて書いて、クラスタリング、コレーション見ています。そうすると、まあ、ファーストオーダーフェイストランジションみたいなのと、セカンドオーダーフェイストランジションみたいな、両方見ます。なので、このモデルにはそんなの。で、実はこれ、ちょっと微妙で、これね、無限世界になるとこれなくなっちゃうんですけど、まあ、まあ、その話は、また別にして、それで、今度、敵対部族というか、他の連中が、たくさんいると嫌だという、そういうモデルで、今、2だと嫌だって、非常に、排他的な2組がいると、まあ、ある程度許容するってのと、2、これ NSC が2の場合、3の場合、4、というのと、まあ、3、2まで OK みたいな。そうすると、これは、まあ、だんだん、デンシティが上がるとセグリゲーションが起こるんですが、これ、1に近づくと、自分の周りはほとんど自分っていうことで、ところが、2の場合は、こんなふうに、ここで、ちょっと 0.5 手前で、だんだん集まってくるんですが、お互い排除してセグリゲーションが起こるんですが、そのうち混みすぎて、どうにも、こんな感じですね。ここで、ファーストオーダーのフェイストランジションが起こって、その後は、まあ、ほどほどに混じって、混じってしまったらいけない。こんなになってます。これはちょっと、これはもう、まあ、なぜこう、自分が集まってくるモデルでどうしてこんなフェイストランジションで見えるのかって説明です。まあ、それは、さっきの 5をもうちょっと見てやると、これ二次相対なんですが、周りに4人よりも少なければ、じっとしてるけど、5人以上いたら映るみたいな。これ、なんかこれ、
面白いパターンあるしかしない。なぜこんなのですんでしょうね、みたいな。それで、非常に大きいところだと、クラスタリングするんですが、間にこの順安定フェーズにあんまり。こんなもの実際に見え、何かで見えたらいいと思うんですが、今みたいなモデルが適用できる、例えば、2つの民族が混じって暮らしていて、今、この場合はほとんど同じぐらいいて、で、どんなふうな集中パターンしてるか、こんなのもあるかと思うんですよ。なかなか微妙な話でもあるし、ちょっと前だったら、それこそ東ヨーロッパ出して調査してきたらいいよ、ね。今行ったら死ぬみたいな。それですね、このパターンなんですが、実はよくわからないんですが、このルールだと、こんな順安定状態があるんです。これ今、一種類だけ言うとしましたが、なんかこの、ちょっと進めると、このルールだと、これ2種類。要するに、自分、これそう、相手は考えない。自分の仲間が5人以上いると、そこにいるっていうパターンやると、こうやって、こういう順安定状態なんですね。それに起因してるんだと思います。いずれにしても、なんか、そんなことが起こった後に、どっかでフェーズトランジションが、これは2時ですね。で、これ、例えば、私のサイズ増やしたり、時間増やしたりしても非常に安定してるので、これは多分、連続極限で、フェーズトランジションになっているというふうに、数値的には想像されます。推奨されます。それで、基本それだけのことなんですが、これは、そのちょうど、ここですね。フェーズトランジションを起こるところでは、なぜか、まあ、いわゆる全種暴動みたいな状態になるんですね。そういうわけで、これは、もう一回見せようとします。ちょうど、まあ、要するに、少しでも相手がいると嫌だみたいな、起こると、ある程度の全種になると、どうしても相手がいるんで、まあ、なってない。まあ、そんなのありますよね。それで、で、結局それだけのことなんですが、まあ、歴史的なことも関係で言うと、それで、今、2つのスレッショルドパラメーターがあって、それの両方が、まあ、効かないっていう極限を2つ言いましたが、実は、一般の場合、いろいろ調べてみると、今みたいなことが、のうちのどれかが起こってます。特に、そこで見られなかった現象は、特に見られなかったですから、まあ、別トランジションがあるとして、何か、ファーストオーダーか、セカンドオーダーかっていうだけですが、それ全部見られるということですが、まあ、いくつか、NS が、0の場合と NA が9の場合以外でも、そういうパラメーターの、両方端を取った以外でも、ここで見られたのは、まあ、どっかでなんか似たようなものが見られるというのが、81個全部テーブルを出してみての数。というわけで、まあ、ここまでやったんですが、ちょっとまあ、課題というか、これ、こんなことをやるべきだろうというのをちょっと並べて、まず、当然、フェーズトランジションって言ってるし、モデルも簡単なんで、解析的な、フェーズトランジションの点とか、実習とかちゃんと出せないとダメなはずなんで、それはやるべきだろう。そしてですね、これは、実は、宇宙論屋さんがいる前で話したら、イニシャルステート、これ今、ある意味、ランダムなイニシャルステートから、セグリゲーションが発展したと言ったけど、イニシャルステートによって、ファイナルステートのパターンが結構違うんじゃないか。例えば、最初から2つに分かれてるのがあったら、そのまま安定ですし。で、まあ、それはそうだろうって言ったら、その人が言うには、それが実は、例えば、まあ、重力多体系で星がいっぱいある場合に、何ができてるかって言ったら別に法則が違うわけじゃなくて、イニシャルステートの反映なわけですね。例えば宇宙が網構造になっていて、で、どんなクラスターができて、どんな銀河、それは実は宇宙の初期の反映だ。つまり、これ、どんなイニシャルステートを何らかの形で分類してね、それに応じてファイナルステートに何か違いが見られるようなことがあれば、逆に、今の、例えば、人の住み方のパターンから、最初どんな風に始まったのかが推測できる。つまり、なんか、
組織考古学ができるんじゃないか。そんな話をしています。で、まあそう。で、これです。このモデルは非常に単純です。まだいろんなバリアントは当然作れますけど、今、ノイマンネイバー、4つのネイバーだけで考えると、1、2、3、4というパラメーターがある形になって、実はシェリングモデルそれなんですね。で、その中で2を取った。つまり、まあ、今で言うと多分 N イコール4にするというモデルだけを見ていて、セグリゲーションが起こるってだけ言ったんですが、まあ、シェリングメーターモデルをちゃんと考えて、本来含まれていた一般化をすると、こんなふうに多様な層構造が見られるというのが。ここ、今示したのはデンシティが、第一部族、第二部族、等しいのだけありましたが、もちろんこれは変えることもできて、何か違うこともない。あとは、まあ、ポピュレーションダイナミックの、デンシティ揃いましたら、時間とともに増えるとか減るとかやれば、まあ、いろんな面白いことがあるんじゃないかというのが。で、まあ、結論を言うと、まあ、いろいろ書きましたけどさ、これ、ひょっとしたら、非常に単純なんで、何か典型的なモデルとして発展させるんじゃないかというふうに、今と考えております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、質問、コメントありましたら、お願いいたします。小長さん、お願いします。とても面白いご講演ありがとうございます。東北大学の小長と申します。このモデルで、きれいに相転移的にこう2つにこうセグリゲーションされるというモデルだったと思うんですけれども、クルーグマンという人がノーベル賞を取ったに空間経済学っていう分野がありまして、で、ご存知かもしれないんですけども、そちらの藤田小川モデルっていう有名なモデルもこう似た形でこう都市のような形でこう集団が出てくるというモデルで、前先生のモデルと少し違うところはこう2種類じゃなくて1種類のこう人たちがいるというモデルなんですけれども、そちらの方はこう企業と個人っていう両方のこう動きを考えていて、で通勤費用とかをこう入れることでこう集まってくるというモデルで、まあ、質問というかどちらかというとコメントに近いんですけども、その藤田小川モデルとのこの関係性みたいなところをこう研究に取り入れられると、こうなんというか空間経済学の方がやってることと非常にパラレルになっているので、こう集まってくるっていうところで話がすごい同じだなと思ったので、そうですね、空間経済学の方でもこう意味のある応用がたくさんありそうだなと感じました。ありがとうございました。こんなこと初めてわけで全然知らなかったんで、それちゃんと調べて研究して関係がありそうかどうか、多分あると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ありますでしょうか。質問ないでしょうか。先ほどの質問は、小川さんの質問は、こっちは2種類だけど、1種類だけ話してるんですけど、この、種類が、もっと増えた場合とかいうのは、何か変わることがあるんでしょうか。それ、きっと面白いだろうと、うちわでは言ってます。3種類にしたら、多分、かなりいろんな面白いことが出るんじゃないかと。今言っている段階なので、ぜひやってみたいと思います。でも3人するだけで、今のところこんなものが見つかるだけだけど、結構すごいことが見つかる可能性はあると考えています。自発的に何か行動が出る。なんか例えば、3種類を考えたとしても、例えば、自分から見て、その2人の、他の2つの、部族が、他者だと思うのであれば、なんか2種類の場合と、なんか、同じような結果にならない気もしないでもないと思ったんですけど、ちょっとどうなるのか、僕。いろいろありますよね。コンディショナルに、こっちとこっちとこっち。だから、何かそれで自発的な構造とかが出てくるといいと思いますし、結構、3部族、今日一緒に住んでるとか、場所によってありますもんね。東のヨーロッパあたりだと。そんなところに何か言えればと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
他に何か、ご質問ありませんでしょうか。井本さん、お願いいたします。講演ありがとうございます。聞こえてますでしょうか。あ、はい。なんか、この想定位の、なんか、なんていうか、臨界指数というか、ユニバーサリティクラスみたいなものって、なんか、調べることって、なんか、できそうだったりするのでしょうか。多分モデルが簡単なので、ちゃんと、まだ何も考えてないんですが、やったら何か出るだろうとは思ってます。あ、なるほど。あれ、誰か考えてくれ。これを見て、あ、こんなの簡単だって、やってくれたら、ぜひやっていただいて。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に何かありますでしょうか。あと1分ないぐらいですけど。はい、じゃあよろしいですかね。はい。じゃあ前先生ありがとうございました。